皆様、こんにちは。ドクター・西田こと、西田ダ・ワ糖尿病内科院長、西田ダ・ワです。えー、前回、緊急特番1ということで、コルテクサイム復活という、えー、プログラムを、ビデオを作りましたけれども、今回は緊急特番ナンバー2でございます。ナンバー2。お題はこちらでございます。えー、PG 菌関連アルツハイマー病。まあ、これはちょっと、 普通の一般のピーポーの方からすると、何それっていうタイトルかと思うんですが、まあこれ、すごく大事なことで、おそらくこれから数年後には、この PG 菌関連、アルツハイマー病という概念が、 えー、世界中に広まって、もう、蜂の巣をつついたような大騒ぎになると思うんですね。えアルツハイマー病って、死臭病菌が原因だったのどういうこと,ということでですね、もう、日本もはもちろん、全世界の人々が、もう、驚いて、びっくりポンして、一体何なのか、いうことで、大騒ぎになるだろうと思うんですけれども、まあ、その動きをですね、ドクター西田の体なるほどチャンネルは、 えー、二三年先取りしてですね、皆様に今、アメリカで起きている最新の事情をご紹介したいと思います。前回もご紹介しましたが、まあ、コルテックサイムと、アメリカのバイオベンチャー企業コルテックサイム、キャッシー・リンチさんという女性と、ステファン・ドミニ、えー、先生、神経内科の先生がお二人で立ち上げられたアメリカのバイオベンチャー企業コルテックサイム。このコルテックサイムという会社は、この人事パイン阻害薬、 ジ,ンジパイン、ジ,ンジパイン阻害薬っていうものをですね、開発するために、The Gain Trial という人間のアルツハイマー病の患者さんに、この死臭病菌、特に PG 菌、ポルフィノマラスジンジバリスという PG 菌という死臭病菌でも一番の悪玉の親分をやっつけるジンジパイン阻害薬という死臭病に対するお薬を、アルツハイマー病の患者さん600人に、えー、お薬として飲んでもらって、そして、 認知症の進行。認知症というのはどん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 年を1ヶ月ごとにあ認知症は進んでいきますので、その認知症の進行をどれぐらい抑えられるかという臨床試験といいますけれども、そのゲイントライアルという臨床試験を実施したんですが、残念ながらこれは失敗して、えー、昨年の8月、コルテクサイムはこの人治パイン阻害薬の開発を 中止いたしました。本当に残念なことでした。まあ、でも前回ご紹介した通り、まあ、全体の600人ではなく200人。 唾液、つば、お口の中に、お口の中に PG 菌が積んでいることが確認された患者さん200人に限って解析するとめちゃめちゃ効いたんですね。この人ジ事ジパインが害薬というお薬を飲んだ、飲んだ患者さんたちの認知症の進行は飲まない人がこんなに急降下のように認知症がどん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 進行していくのに比べると 4割程度の減少、5割程度、半分、5割程度の減少で、10割じゃなくて5割の、あの、減少で済んだという、まあ、今までの医学の歴史で最も効いたアルツハイマー病の治療薬だったわけです。でも、残念ながら、この臨床試験自体は失敗したので、コルテックサイムは市場からバイバイということで消えてしまったということでありました。しかし、いきなり今年の5月、2023年5月、今度は、 名前を改めて、ライトハウスファーマー、ライトハウスファーマー、東大を意味します東大ですけれども、ライトハウスファーマーということで、先ほどのキャッシー・リンチさんとステファン・ドミニー先生の含む、このコルテクサイムメンバーが、新しくもう一度人事パイン素外学開発を再挑戦することになりましたということで、第一弾は報告しましたけれども、今日はさらにその続きをご紹介します。で、 この、やっぱり去年の、あ今年の2023年5月なんですけれども、ASCP って呼ばれる学会がありまして、American Society of Clinical Psychopharmacology っていう ASCP っていう会議が非常、これは日本語で言うと、米国臨床精神薬理学会議。 えー、頭、頭の精神経の神経系に関する病気に関するアメリカの中でも非常に重要な会議で、これは製薬企業の関係者はもちろんなんですけれども、それに加えてアメリカの FDA、そして NIH、まあこういうアメリカの中でもそうそうたるプロフェッショナルたちが集って、そして神経の病気に対する新しいお薬について熱く議論するっていう非常に重要な会議なんですね。で、そこで、 えー、先月5月、ライトハーツファーマーが新臨床試験、ニュークリニカルトライアル。これは第2世代の人事パイン阻害薬である LHP588 と呼ばれる第2世代の人事パイン阻害薬、えー。2021年に完了したゲイントライアルで使われたお薬は COR388 と呼ばれるお薬でしたけれども、今回、 このライトハウスファーマーが使うのは LHP588。前回のコルテックサイムは実は COR388 に代わる新しいお薬として588という番号も薬も用意してたんですね。その588を今度 COR コルテックサイムの COR ではなくライトハウスファーマーの LHP をつけて LHP588 として第二世代の人事パイン阻害薬の臨床試験を 発表しましまた QR コードから、えー、この記事は読めるのでシ i s i o n というあニュースサイトから引用してますけれども非常によくできた記事なのでぜひ QR コードで特に製薬企業の関係の方はお読みいただけたらと思いますでこ,この記事でかかれ語られているのは新しいトライアル臨床試験というのは必ずおな名前がつくんですが今回は前回はゲイントライアルでしたよね今回はスプリングトライアルということになりますスプリング で、これはフェイズ 2B ということで、第2層の臨床試験ということで、臨床試験には第1段階の副作用が人間が飲んでも大丈夫かどうか、体に害が出ないかという、健康な、健康な成人に投与して、害がないかどうかをチェックする第1層の臨床試験。そして、それが OK だったら第2層の臨床試験に進むんですが、もうすでにこの第1層臨床試験は COR588 で、すでに えー、確認されてるので、今回は第2層からスタートするのが大事になります。そしてこのスプリングトライアルの意味なんですけれども、臨床試験っていうのはこうやって必ず、えー、わかりやすい名前がつきます。前回はゲインでしたけれども、今回はスプリングということで、これどういうかというと、えー、stopping, 止める、えー、progression, 進行 PR, SPR, ポルフィルムラスジンジバリスということで、ING。SPRING ということで、スプリングという名前なんですが、その PG 菌が Associated Alzheimer's Disease ということで、分かりやすく言うと、ここが大事なんです。PG 菌が関連するアルツハイマー病の進展抑制に関するトライアルが今回のスプリングトライアルなんですね。前回のゲイントライアルは、 アルツハイマー病の患者さん、歯周病あるなし、関係なし。とにかくアルツハイマー病の患者さん600人を対象にした研究でしたけど今回は違う。PG Associated Alzheimer's Disease ということで、PG 菌が関連するアルツハイマー病というふうに限定されているところがすっごい大事なんです。めちゃ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 大事なんです。ここがですね。で、今回そのライトハウスファーマーはこのことを プリシジョンメディスンという言葉を使っています。プリシジョンメディスン。まあ、日本語で言うと、精密化医療とかいう言葉も、翻訳もあるんですが、精密化はちょっとおかしいので、私は個別化医療という言葉が正しい、ふさわしいんじゃないかなと思います。何かというと、アルツハイマ病。アルツハイマ病といっても、いろんな患者さんがいらっしゃるわけです。アルツハイマ病の中にも、おそらく、まだ分かってないだけで、いろんな原因でアルツハイマ病を、 進行している患者さんがいる。で、今回、前回のゲイントライアルで明らかになったのは、お口の中に PG 菌がいるような患者さんは、その PG 菌をやっつける薬を飲むと、確かに認知症の進行を抑制された。すなわち、アルツハイマー病の集団の中に、PG associated、PG 菌関連、PG 菌が関連するアルツハイマー病があるんだという、全く新しい概念が生まれたわけですよ。これすごくないですか 医学の歴史が大きく大きく進歩したということになります。アルツハイマー病という10波一からげで非常にまあ曖昧な疾患の概念がその中には実は PG 菌、死臭病菌が原因で認知症が進行しているそういう患者さんの集団がいる。だから今回の臨床試験はこの PG 菌、PG 菌が関連するアルツハイマー病の患者さんに対して 臨床試験を行うということで、より精密な症例登録基準、エンロールメントクライテリアと言いますけれども、ここでもやっぱりプリシジョン、より精密なという言葉が使われてますけれども、ここで大事なのは、アルツハイマー病と PG 菌の感染、すなわち、死臭病を有するアルツハイマー病患者ということが大事になります。PG 菌をお口に持っているアルツハイマー病患者さん。ここが、 前回の原因トライアルとも違うし、そしてこのスプリングトライアルが医学の中で初めてですよ。死臭病とアルツハイマー全身の病気をちゃんとリンクすることを認めるっていうことですよね。まだ正式には この FDA の認可を受けてないですけれども、えー、情報によれば、今年中に、今年中にこのスプリングトライアルは始まるんだそうです。今年中に。おそらく数ヶ月以内に FDA が認可して、正式にこのスプリングトライアルが始まることになるかと思います。ということで、まあ、最後のスライドですが、皆さん、このアルザ、まだこれは日本はもちろん、世界中の神経内科の専門の先生ですら知らない概,概念だと思います。 PG associated Alzheimer's disease. PG 菌が関連する PG 菌によって進行するアルツハイマー病というですね。こんな、まあ、本当胸は、科学の進歩というのはこういう形でまだ世界中のお医者さん、歯医者さんも知りませんけれども、アメリカの一部の領域ではこういうことでもう FDA が、まあ一番あの厳しい FDA がこういう概念を認めて、 そしてこれからまさにアメリカそしてヨーロッパで新しいスプリングトライアルが始まる。おそらくそれは数ヶ月以内です。これが決定されればですよ。私はもうそれ、もうその試験が成功しようが、まあ成功を祈りたいですけど、もし失敗したとしても、この医学の歴史がひっくり返る。医学と私学の歴史がひっくり返るぐらいの大きな大きな大転換がやってくる。あそれぐらいの 教科書に歴史に記されるぐらいの大きなことだと私は思うんです。PG 菌関連アルツハイマー病皆さん頭に入れといてくださいね。数年後にはこの病気の概念が現実化して日本そして世界中が大騒ぎになりますからね。 まあもちろんこのドクター西田の体なるほどチャンネルではですね、まあ、こういう最新情報をこれから世界一のコルテックサイムウォッチャー、そして現在はライトハウスファーマーのウォッチャーの自負があるドクター西田は、このドクター西田の体なるほどチャンネルで最新の動きをですね、どこよりも早く、医学界専門メディアよりも早くですね、 皆さんにお届けして、まあ、何が言いたいかというとお口をきちんと歯磨きして歯間ブラシもかけてそして定期的に歯医者さんに通うことが何よりも大事ですよということを、まあ、こういう情報 最新の情報を通してですね、皆さんにお伝えして、そして皆さんが理解していただいて、日々のお口のケアと、そして歯医者さんへの定期通院をしていただいて、そしてゆくゆくは10年、20年、30年後、50年後に皆様が将来アルツハイマー病になることもなく、幸せな人生を歩めるように、そういう情報をお届けしたいと思っている次第でございます。それではまたごきげんよう。次は第3弾に続く予定です。